知り合いから友達へ、友達から恋人へ、そして恋人から、プレイステーションビータでも恋の嵐が巻き起こる。ストームラバー V。 ストームラバーは3行にまとめるとこんなゲーム。ストラバ V はここがすごい。追加シナリオはストームラバー冬恋。真冬のペンションで何かが起こる。オープニング、エンディング曲も新規収録。歌うのはこちらのメンバー。 CG 鑑賞モードは取り下ろしのタッチボイス対応。ダンスだけじゃなく、お前の人生が俺がリードしてる。安心して。さらに、これまでのサブシナリオも全て収録。消せなあ、せっかく来たナレーションのお仕事だったのに。ここバレてしまっては仕方ありません。ミソチャトゥンピク。あ、すいません、思わずマダガスカル語で話してしまいました。イカリミオです。そんなわけで、ここからは It's Miracle、 イカリミオのスペシャルペガサスショータイム。さあ行きますよ、行きましょう。あなたの恋のお相手候補ご紹介。エントリーナンバー1、宇月優斗。安定のセンターポジション、天然だけど御曹司、だからなんだってどんと来い。エントリーナンバー2、三越馬京介。かっこいいのに真面目がちらほら、そんな役回り。みんなのおかんポジション。エントリーナンバー3、ドラタリリッカ。業界必須のショタ枠登場。おでこを出して可愛さアピールの臨戦態勢だ。エントリーナンバー4、ミシロタクミ。喋るのが遅い、エロい。以上。エントリーナンバー5、タツハラソウヤ。女子に優しいフェミニスト、だけど何かとモテないこの男。今回はあなたのハートをつかめるのか。エントリーナンバー6、イカリミオン。来ました、本命大荒ダークホース。人畜無害で、その心は宇宙よりも果てしなく広い。あなたの記憶一見をぜひイカリミオに。エントリーナンバー7、菅井司。上司なのに恋愛バトルに堂々参戦。そんな大人気のなさも魅力の一つだっていうから驚きだ。そしてこの泥試合を見守るのは相馬隆。友達以上になかなかなれない同級生。皆様どうぞ会いに行って。犬塚千尋。変態エロス若み人へ、だけど白衣の下はあなたへの愛でいっぱい。以上のメンバーで恋の嵐をお届けします。ふう、なんですと、我々を追随するメンバーが現れたって。まあそれはそれとして、とにもかくにもこの冬は目が離せないストームラバー V。 あなたに会えるのを楽しみにしています。はい、カット、お疲れ様でした。いやー、ミオくんのナレーション良かったよ。本当ですか？もっと振り切るべきだったのではと今更ながら思ってたのですが。ロマンをつかみ取る展開地みたいな感じで。いや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 、あのテンションがミオくんらしくていいんだよ。監督にそう言っていただけるなんて光栄です。次のナレーションの仕事なんですけど。